今岡部の朝比奈川に来ています。刈宿橋からも近いところにいます。この間藤枝の蓮日池まで行くサイクリング動画を撮ったんですけど、その時に撮影した道ですね。今回は、花市川というのがありますので、その川を、遡って白藤の滝の方まで、サイクリングしたいと思います。それとあと藤枝は、今川家の軍師の大元節祭が、亡くなったところなんですよね。そのお寺がありますんで、そこを目指していきたいなと思ってます。それじゃあ早速行きます。今日は本当にいい秋空になりましたね。陽気もまあ今日かなり気温上がりそうなんですけど、それでももう30度を超すってことはないです。非常に過ごしやすいです。もう景色もだんだん秋っぽくなってきましたよね。非常に気持ちがいいです。マックスバリューの矢蓋店ですね。前回紹介してますけど、あの前の通りを左折すると蓮日池の方になりますね。今回は右折して、白藤の滝の方へ行きます。東名の矢蓋西インターの、近くですね。これから最初に向かうのは、大元節祭が亡くなった、長慶寺ですね。まずそこへ寄っていきたいと思います。県道から花市川に出てきました。この反対側の道をずっとまっすぐ行くと、長慶寺の近くまで行きますんで、大元節祭は、今の静岡市清水区伊原ですね。そこに伊原城っていう、のがあるんですけど、伊原城主の、息子なんですよね。ただいつ、出家したのかっていうのはちょっとわからないですね。で、今川義元の、幼少の頃の教育係なんですけど、共に京都へ、京都の建仁寺でしたっかね、そこへ修行に行ってるんですよね。でもうその頃からやっぱ秀才だと言われてたらしいですよね。それを知った、当主の今川氏親が、駿府に呼び戻したんですよね。自分に仕えるように。それから今川家の軍師として活躍するわけですよね。軍事政治両面でまさにもう今川家の
中心ですよね。大動脈くぐっちゃいけなかったかな。もう早生みかんが黄色いですよね、色が。売ってるとこもありますもんね、無人販売で。あ、ここでよかったんだ。今川家菩提寺長慶寺。六地蔵さんですね。それじゃあちょっとお寺の中を歩いてみます。これ本堂ですね。大銀節祭は、1555年の10月10日にここで亡くなったそうです。今川泰徳の御輪と節祭長老の宝塔ってありますね。ああ、節祭の墓と伝わってるって書いてありますね。今川泰徳の方はどうもここがお墓らしいですけどね。こっちが今川泰徳公のお墓ですね。でこっちが大元節祭のお墓になりますね。もしかしたらダビに付されて、分骨されたんじゃないかなと思いますけどね。今臨済寺にもお墓ありますけど、まあでもここも確かに今川家の菩提寺の一つになりますよね。